こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトコマです。はい、ということで、今回なんですけれども、早速ですね、 ebook を紹介します。で、カイ・グリーン、ジェレミー・ブエンディア、クリス・バムステッドということで、この3つの ebook をですね、3回に分けて、ちょっとね、紹介していきたいというふうに思います。で、画像はちょっとお見せできないので、文字とか僕の声とかでお伝えできたらなというふうに思います。じゃあ早速いってみましょう。じゃあまず最初、第1弾はね、こちらカイ・グリーンの The Beast of the Beach という大体 ebook 紹介したいというふうに思います。はい、ということで、まずはですね、マクロ、栄養素を決めていきます。今日俺ちょっとめちゃくちゃ真面目にやるんですが、その1、基礎代謝をまず求めましょう。で、カイ・グリーンの場合はこの基礎代謝の求め方2種類提示していて、チョイス1で、これが男性女性で分かれているんですが、男性の場合は 10× 体重キログラム足す 6.25× 身長かっこセンチメートル引く 5× 年齢引く5で、女性の場合はこの年齢までは全く一緒なんですが、男性と最後引くのが5ではなくて161を引いてあげてください。さあ、お次チョイス2ですね。で、こちらは体脂肪率もしくは女子肪体重が分かる場合になります。なので、体重計とかで出る場合はそれで出しちゃってもいいんですが、女子肪体重の求め方は体重キログラムかける100引く体脂肪率を100で割ったものですね。これが女子肪体重になります。そして基礎代謝は370足すかっこ 21.6 かける先ほど求めた女子肪体重キログラム、これで基礎代謝が出せます。はい、じゃあそしたらですね、今度は運動レベルによって変わるメンテナンスカロリーを知ろう、求めていこうということでございます。で、下に数字がバーって書いてあるんですけど、これをですね、さっき求めた基礎代謝にかけていただきます。で、レベルによって数字が変わるんですが、まず 1.2 は1週間にほぼほぼね、1回も運動しない方で、 1.4 が週に1回から2回、運動する方で、そのまま増えていって、 1.5 は週に 2,3 回、 1.6 は週に 4,5 回、 1.7 は週に 6,7 回、そして最後の 1.8 はこうダブルスプリットやってんねえけーってことで、ダブルスプリット1日2回ですね、ジムに行かれている方、それをほぼ毎日されている方は 1.8 をかけてください。で、また運動、ジムとかに行ってなくても、なんか引っ越し系とかそういう強度高いような仕事されている方は、1.4 とか 1.5 かけてもらって大丈夫です。さあ、ここからダイエットスタートでございます。まず1週目2週目の摂取カロリーは、さっき求めた維持カロリーにまず 0.8 をかけたカロリーを摂取してください。そしてここから3大栄養素、タンパク質、炭水化物決めていくんですが、タンパク質は体重で、ここだけなぜか LBS 表記、ポンド表記になっていて、それに 1.2 をかけたもの、そして脂質は全体のカロリーに 0.2 をかけてもらって、脂質っていうのは 1g あたり 9kcal ロロあるんで割る9でグラムを出してもらいます。で、炭水化物はですね、まずタンパク質っていうのが 1g あたり 4kcal あるんでかける4で、それに脂質かける9を足してもらって、全体の取れる摂取カロリーからそれを引いてもらいます。そして炭水化物っていうのは 1g あたり 4kcal あるんで4で割っていただく、それが、炭水化物の摂取カロリー、摂取グラムでございます。はい、そしてですね、3から4週目の摂取カロリーは、まず1から2週目の時の摂取カロリーに 0.9 をかけたもの、そして5、6週目の摂取カロリーはその3、4週目の摂取カロリーにさらに 0.9 かけたものという感じで、どんどん摂取カロリーが減っていきます。なんでタンパク質は基本的には固定なんですが、炭水化物、脂質っていうのはその都度ですね、最初の1週目2週目の時に書いてあった摂取方法で、またグラムをですね、決めていっていただいて摂取していただくという形になります。はい、ということで、皆さんはいくつですね、カイグリーンの隠しカイグリーン見つけられたでしょうか。はい、ということで、今回ですね、この画像の左側、カイグリーンの The Beast of the Beach というダイエット ebook 紹介させていただきました。再紹介なんで、もう見た方いらっしゃると思うんですが、またね、これから夏に向けてダイエットしたい方、参考になっていただければというふうに思います。そして、他のシュレッド・ウィズ・ブエンディア、そしてクリス・バムステッドのファットロス・ニュートリション、でこの ebook に関しても、すぐですね、こんな感じでアップします。で、これがアップされるときは多分ね、僕が個人的に、あげたいネタ動画みたいな、それ1本だけだとちょっと物足りない、ちょっとその日だ動画としてはちょっとあんまり微妙だなっていうのをあげるときに、一緒にね、この ebook っていうのを再アップしていきたいというふうに思います。なんでまた近日中にジェレミーとクリス・バムステッドの ebook はね、紹介したいなというふうに思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、また皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャ。Sorry, I'm sorry, 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 I